僕はピエロを見るととても怖い思いを毎回するんですけど、実は道化恐怖症っていう立派な恐怖症のうちの一つだそうです。早速今日のプレイリストを紹介したいと思います。先週に引き続き今週金曜日を月末の一大イベントハロウィンを特集していきます。第2弾となる今回は前回とはまた一味違った仮装やホラーの映像作品を紹介していきます。今日も思わず悲鳴を上げないようにご注意ください。まず最初に紹介するのはあのヒーローへの壮大な仮装です。日本でもいよいよ今日公開になる映画ファンタスティック4、その主人公ヒーローチームファンタスティック4のメンバーのヒューマントーチをドローンで再現してみたという動画です。ヒューマントーチというその名の通り、彼の能力は自分の体に炎をまとい自由に空を飛ぶというとても危険なものです。消防士の厳重な立ち会いのもと撮影されたこの動画では、ニューヨークの夜を飛び回るそんな彼の姿が見事に再現されていて、とてもインパクトのある映像になっています。次はいたずら好きの猫とその飼い主の日常を描いた人気ショートアニメーションシリーズサイモンズキャットからの一本です。ハロウィンスペシャル恐怖の足と題されたこの回では、部屋に現れた雲に対して怯えるサイモンさんと、そんなことお構いなしに雲と遊ぶ猫の姿がコミカルに描かれています。雲とじゃれ合う愛くるしい猫の動きに、猫を飼ったことのある人なら思わずあるあると頷いてしまうのではないでしょうか。続いて紹介するのは、その恐ろしさが YouTube 上でも大きな話題になったショートホラームービーです。舞台となるのは一見何の変哲もない家の一室です。暗くなると現れるその何かを不気味に思った彼女を怯えながらも、明かりが消えないように電気のスイッチに細工をしていきます。作業が終わってようやく一安心して寝室に向かう彼女、そこで待っていたものとは。ラスト3秒の衝撃の展開をお見逃しなく。4本目は自由の国アメリカならではのプランクです。某ホラームービーを彷彿させる殺人ピエロたちが一般人を相手に大暴れをする様子を撮影した人気ドッキリシリーズ、キラークラウンスケアプランクです。今回紹介するのはその中でもラスベガスを舞台にした最新作なんですけど、とにかくその内容は過激の一言につきます。ドッキリでは済まされないトラウマもののその恐ろしさは、ターゲットにされた不幸な被害者のあまりにも生々しいリアクションからも一目瞭然です。最後の一本は珠玉のショートアニメーションです。ピクサースタジオのアニメーターロドリゴ・ブラスが2009年に制作したこのショートムービー、アルマは幻想的な街に佇む人形屋敷です。そこで自分そっくりな人形を見つけた主人公の少女アルマは好奇心から屋敷に忍び込むんですけど、優しいタッチで描かれたアニメーションに惑わされがちなんですけど、今日がハロウィン特集だということを決してお忘れなく。人形屋敷に隠されていた背筋も凍るようなその秘密とは果たして何なのでしょうか。以上5本が今日のラインナップなんですけど、プレイリストを始める方法はこの動画の説明欄にあるベストプレイリストのところにある URL を押してみてください。プレイリストを使っている状態になるので、何もしなくても動画は自動的に切り替わっていきます。それとこの画面の右上にはカードっていうボタンがあるので、そこからでもプレイリストを始めることができます。最後に今日紹介したプレイリストを見てくれて、ベストメディア面白いなと思った人はチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。皆さん準備いいですか。それではハロウィン特集第2弾のベストメディアのスタートです。